稚内北西学園大学、日本最北端の大学、本部所在地が最北、かつ最北の大学キャンパスを持つ。またそうや総合振興局管内唯一の大学である。同じく北海道に存在する北西学園大学とは別法人であり、直接の関係はない。ただし、全身の短大は北西学園の協力を得て、 北西学園女子短期大学第六大学長、木村賢治を初大学長に迎え開学した経緯ある。1987年、昭和62年に開学した家内、北西学園短期大学を改組転換し、2000年、平成12年、国内初の情報メディア学部、一学部のみの四年生短科大学として、北海道家内市に開学した。情報メディア学部には、 情報メディア学科と地域創造学科が新設されているが、地域創造学科は平成27年度より学生募集を停止している。地域社会に貢献し、キリスト教精神の根底にある人間の自由と尊厳を重んじ、平和を愛する人材を育成すること、学則第一条情報メディア学部の短科大学で、情報メディア学科と地域創造学科が設置されている。 また、数学、情報の教員免許が取得できる教職課程を設置している。映像、デザイン、表現の他に Java や Unix、C などのオープンスタンダードな情報技術の教育に重点が置かれている。また、これらをごく初期より教育に取り入れてきたことを主張している。近年においては3マイクロシステムズが 毎年サンフランシスコで開催しているイベントジョバワンが2005年11月8日から11月10日に東京で開催された際に稚内北西学園がこのイベントに協力し学長をはじめとする教員らが会場にて様々な講演やハンズオンラボを取り行うなど特にジャバに対する関わりが強い傾向にある。全学長の丸山藤尾、元。 早稲田大学客員教授は、稚内北西学園の学長職当時には、学長職と同時に日本ジャバユーザーグループの代表を務めていた。ロシアと国境を接する、地内という土地柄もあって、商店を中心に、ロシア語に対する一定の需要と関心がある。学生向けの講義以外に、学外の人々を対象にしたロシア語の市民講座や、 市内の高校生に向けてのロシア語の講座などが開講されている。また、ロシア語の担当教員は、函館税関枠課内税関支所の職員向けに、ロシア語の講習を行っている。サハリン国立総合大学との間には、協定があり、毎年、短期3ヶ月間の交換留学生を送り合う制度がある。語学とは別に、現代ロシア、ロシア文学、 ロシアの近現代史などをテーマとした各種の木が毎年開講されている。宗谷館内に存在する唯一の大学ということもあって、短大時代から宗谷館内の他の教育機関に無線などを用いてインターネット接続を提供するという取り組みが続けられている。その経緯もあって、現在でも稚内市内のいくつかの中学校、高校の公式サイトは 稚内北西学園のドメインにてアクセスすることが可能である。この取り組みについては稚内地域ネットワークの不を参照。各教室や図書館、食堂など校内全域に2000以上の情報コンセントが設置されている。その全ては常時開放されていて自由に使用することができる。2005年には全額のネットワークが IPV 6化された。 コンピュータや情報科学、通信技術、メディア、表現、教育学、経営学、経済学、社会学、政治学などの本を中心に2005年度時点での蔵書数は和書38,968冊、洋書5,648冊。その蔵書の中には、ロシア文学者内村豪介の書籍コレクション3,366冊や、 小平武の書籍コレクション2500冊などのロシア関連の本がある。図書館は学外の人々にも開放されていて誰でも利用することができる。宗谷館内に存在する唯一の大学である。宗谷地区に大学を設立することは地域住民の悲願であった。設立にあたっては稚内市を中心に青年会議所等地域住民が 国や道に働きかけた。開学以来、ロシア語、英語の市民講座や Java、Linux などをはじめとする各種コンピュータ系の市民講座が開講されてきた。市民講座の他に2008年度からは、超高生、科目通り修正の制度が設けられた。また、大学図書館は地域住民に無料で開放されている。 特に地域住民だけを対象にしていたわけではないが、1988年から2007年まで、毎年夏には、約10日間の日程で、学外の人々を広く対象にしたサマースクールが開校されていた。このサマースクールでは、ユニックスシステム管理や、X ウィンドウシステムなどのユニックスについての講座が開催されていた。1990年代中頃からは、 上記のユニックスの講座の他に、ネットワーク管理や Java の各種最新技術などの講座が加えられた。2007年までには、組み込み Linux のカーネル構造とデバイスドライバの開発や Ruby on r a i l s などの様々な講座が設けられていた。情報関係に従事する技術者や学生、道内をはじめとする中学校、高校などの教職員や、その他、 各種公務員など全国からの様々な受講者で開校中は学内が賑わっていた。2003年12月の時点で毎年200名以上、延べ人数にして2000人、2007年までには1500人以上が参加した。2009年度からは昼夜開講制度が設けられた。平日夜間と土曜日昼間の講義を4年間受けることで大学卒業が可能となる。 特に、輪稚内市民に対しては、この制度を利用する場合は入学金が全額免除されるなどの優遇が図られている。2005年10月からは、地域の持つ教育力を有効に活用し、教育分野での相互の充実を目指すとともに、学校教育のさらなる充実を図るという輪稚内市、教育委員会の掲げる目標に協力し、教職課程を受講する学生の中から希望者を、 市内の中学校に学生ボランティアとして圧戦をする取り組みが行われている。2008年の2月からは、この学生ボランティア授業の一環として、大学から学生が、稚内市立稚内中学校に出向き、数学の授業のアシスタントを行うという試みがなされている。設立当初より、最新の p c や大量のユニックスワークステーション、各種放送設備や、 動画の処理システムなど、当地にあっては、珍しいコンピュータ機器を保有してきたこともあって、近隣の小中学校、高等学校などの遠足や社会見学、体験学習のコースに組み込まれることも、珍しくない。また、稚内を訪れたロシアをはじめとする海外からの、学校関係者や交流団、稀ではあるが、旅行者が、観光、 かねて見学に訪れることも行われている。過疎にして、広大な面積を持つ宗谷地区の各教育機関に、インターネット接続を提供することを主目的として、稚内北西学園大学を中心に、各教育機関の教職員の協力のもと布設運営されている通信とワーク。主に、免許不要の無線 LAN 装置などを用いて、構築されている。特に、 1999年から2004年3月にかけては、郵政省通信総合研究所、現、独立法人情報通信研究機構がこの取り組みに参加し、稚内市教育委員会、北海道教育庁総や教育局などの協力を得て、急速に進展していった。この期間中には、広域過疎かつ過酷な自然環境下における、 無線リンクを主体としたジフィールドにおけるネットワーク構築に関する研究をテーマに掲げ、強風、低音、霧、降雨、降雪時のネットワーク接続の安定性に関する研究などが行われた。ここではその共同実験プロジェクトを中心に、その全史及びネットワークの現在を述べる。その取り組みは当初、1994年頃は、 各学校と大学を直接電話回線で結ぶことから始まった。1995年には2 4ヘルツ帯域の無線乱装置を購入し、大学と約1トル離れた北海道湧か内、商工高等学校とを接続する実験が商工の教諭の協力のもと継続して行われた。1996年の暮れには湧か内商工との間が、 無線 LAN によって約 1Mbps ほどの速度で結ばれた。1997年の夏には、この回線を利用した授業が、稚内商工で開始された。1999年には、大学、郵政省通信総合研究所、現、独立法人情報通信研究機構、稚内市教育委員会、市内の教職員らによる合同プロジェクトとして、 輪っか内地域実験研究ネットワークプロジェクト開始された。通信総合研究所の予算によって赤外線レーザーを用いたレーザー光空間、通信装置などの機材が新たに投入され、輪っか内商工大学輪っか内高校の3校が約 100Mbps の通信速度で結ばれた。この3校をハブとして近隣の各学校が無線 LAN で接続されていった。 また大学敷地に隣接する潮見が丘中学校との間は直接光ファイバーケーブルで結ばれた。また2001年8月には稚内市役所、稚内市立図書館、当時の各建物に無線 LAN の中継装置が設置されることによってさらに遠隔地に位置する稚内中学校が接続された。2002年3月には大学稚内高校、 輪っか内昇降の3光に通信速度1 1ガ b p s の無線乱装置が迂回経路として新たに導入された。自フ武器の発生などにより 100Mbps の赤外線レーザーが届かないときはフリーブスドをインストールした PC がルーターとして働き、動的に経路の変更がなされるようになった。2002年11月20日には、 新型の無線弾装置を用いた実験が行われた。この実験により、稚内商校と市街地から遠く離れた宗谷岬に位置する宗谷中学校との間が、宗谷湾の海上 17km を超えて接続可能なことが確認された。その後、宗谷中学校にアンテナの設置工事などが行われ、2003年7月には正式に運用が開始された。 通信総合研究所との共同実験プロジェクトが満期終了した2004年3月時には、大学と市内のすべての高校、輪っか内商工高校、輪っか内高校、輪っか内大谷高校と5つの中学校、潮見川岡中学校、輪っか内東中学校、輪っか内南中学校、輪っか内中学校、宗谷中学校とが無線 LAN、赤外線光レーザー通信装置。 光ファイバーによって結ばれた。これらの設備は実験終了後、通信総合研究所より大学に譲渡され、その後も大学、学生、各中学校、高等学校の教職員の手によって運営が続けられている。2005年には、稚内市内にある標高240メートルの100年記念塔に無線乱装置が設置され、 塔から約2 3トル離れたな内私立天北小中学校が接続できることが確認された。その後、2007年、正式に接続され、天北小中学校での運用が開始されている。現在は、さらに遠隔地にある教育機関との接続を視野に、ワイマ m a x などの新規格の無線機器の利用が検討されている。なお、 2006年8月24日から2007年3月31日の期間には、レブン町、バッカナイ市などを構成員とする調査検討会によって YMAX を用いたフィールド調査が実施されている。100年記念塔から 12.8km 離れたゾウホロ小中学校との間での YMAX による接続実験や、リシリ島レブン島を 18GHz 帯、 f w a マ m a x で接続する実験が行われ、また、輪っな内市内各所での電波の到達範囲などが調査された。近年においては、輪っな内市街地への ADSL や B フレッツなど、低額ブロードバンド回線の普及もあって、市街地区の参加学校においては、生徒たちのインターネットを利用した学習という面では、このネットワークに依存する割合は、以前よりも小さくなりつつある。 これらの各校では、生徒たちの学習よりも、むしろ参加教職員たちの各種サーバーやファイアウォールの設置、運営を通じた、ネワーク管理技術の向上や、それらを手助けし、実際に、ネットワークの維持、運営にあたる、大学学生たちの実習を通じた技能の向上や、このネットワークを用いた各種の実験、研究、リアルタイムでの画の配信や、 IPv6 における動的ルーティングなどに重点が移りつつある。その一方で、過疎地などの理由により当面、優先による商業ブロードバンドが到達する見込みの薄い郊外地区においては、前述の天北小中学校や増幌小中学校、レブン島での実験に見られるように、このネットワークの拡大が継続して進められている。また、郊外の各接続校をハブとして、 その各校の周辺集落にインターネット接続を提供する子などがこれからの目指すべき課題として挙げられている。主に免許不要の市販の無線 LAN 装置やフリーブスドなどをインストールした一般の PC が使用されている。PC をルーターとすることでルーティングプロトコルなどを柔軟に設定することがかとなっている。パラボラ、ヤギなどの各種のアンテナを用いることで 信号の到達距離を高めている。またプログラマブルな PC ルータを用いることにより、早期に IPv6 プロトコルをサポートし、現在、各ノー度間では動的ルーティングやマルチキャストを利用した動画の配信など、IPv6 ネットワークに関する様々な実験が合わせて行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。